今回は2024年上期総集編ですので、気になったイベントからご紹介したいと思います。まずは2月に開催されたラルクズコーヒー&カーズからご紹介します。テーマはイタリアのデザインスタジオで、ベルトーネ、ピニファリナ、トゥリン、ザガートの4つのデザインスタジオと、そこに在籍していたデザイナーとイタルデザインを対象としました。ご覧の通り、貴重な車や素晴らしいコンディションのスーパーカーたちが東京プリンスホテルの駐車場を埋め尽くしていました。続いては4月に開催されたカフェドジュリアです。これはクラブビッシオネさんが毎年開催している105と115系の交流イベントになっています。続いても4月に開催されたオートモビールカウンシル2024です。今回の特別展示はご覧の3月に亡くなったマルチョル・ガンディーニ追悼展、そしてアイルトン・セナ没後30年駆け抜けた天才の記憶、3つ目はアメリカン・ヘリテージ・カーでした。今年ヘリテージカー販売店さんは35社で89台の展示がありましたが、全てをご紹介できませんので、ここではヴィンテージ宮田さんのみをご紹介することにしました。6月には元プリンスの工場跡地で全日本脱産会が主催するプリンスの丘自動車ショーが今年も開催されました。全日本脱産会会長佐々木徳次郎氏の挨拶の後に2つの表彰式がありました。この日は早朝からあいにくのお天気でしたが、セレモニーの時には雨が降らず滞りなく進行されました。
2023年秋に日本自動車殿堂歴史遺産者に認定されたダットサンブルーバード510型のオーナーさんへの表彰式がありました。2つ目は日産名車動態保存功労賞です。5台の日産車が選ばれました。ここからは毎月開催されているサクラモーニングクルーズと廿日市から気になった車4台をご紹介します。まずは1965年のロータスコルチナ。ロータスの 1600cc の直列4気筒 DOHC、 いわゆるロータスツインカムを搭載しています。カムカバーは前のオーナーさんがロータスの文字を削り取り BRM を付けたそうです。この車は後のスカイラインに影響を与えたと言われる羊の皮をかぶった狼です。ロータス好きのオーナーさんが広島まで行って買ってきたこの車、ロータス 23B。 ボディは軽量化のために FRP でチューブラーフレームの構造になっています。低く理想的なスタイリングはコーリン・チャップマンが限界まで追い込んだデザインになっています。こちらの個体は実際にレースに出場していないスペアカーだったようです。ミニモークをベースにムーンクラフトの由良拓也さんがデザインしたワンメイクレース用のレース車両を27台と、そしてこちらのロードカートッツィーニを2台製作しました。オーナーさんによると、30年ほど前、東京都大田区蒲田にあったクラシックラインズというアストンマーチン専門店に展示されていたアストンマーチン DB24 を見て以来、虜になり、それ以来探し続けて、やっとオーナーさんになったということでした。おしまいは、水没ランチアデルタ、復活大作戦です。でメンテナンスは仙台にいる、山川君で家族パスっていうところがあるんですけども、彼が、見てたん で、うん、で震災があって1週間後ぐらいに、水が引いたんで取りに行って、大変な状態で出て、なんかもう本当語れないって言ってましたね、そのいろんな状況になって、でもそれ仕事だから、行ってそれで引き上げて、1週間後ですか。1週間後です、2011年東日本大震災で水没したランチャーデルタがクイックトレーディングさんに持ち込まれ、50周年記念事業としてクイックトレーディングさんが復活を計画しスタートさせました。予定通り3月には車検が通り311のナンバーが取得できました。元のオーナーさんに復活した姿をご覧いただこうと仙台まで運びました。そして5月にはガルフ長野ノスタジックカーフェスティバルにも参加され、パレードランで大きな拍手を浴びていました。ザ・銀座ランエスカルミーティングにも参加され、水没ランチャーデルタの復活を大いにアピールされました。計画の道半ば、秋からまたスタートします。いかがでしたでしょうか。今年上期もいろいろなストーリーといろいろな答えに出会いました。